はい、こんばんにちは、大輝です。今回は誰もが絶対使うべき超おすすめのフリーソフト7つを紹介します。インストールの方法やソフトのダウンロード先は概要欄の方に載せておきますので、この動画では使い勝手の部分だけをスピード感を持って紹介していきます。それでは早速いってみましょう。まずはじめに紹介するものはモニタリアンです。僕のデスクにはね、3つモニターがありますよね。このようにデュアル、トリプルと、複数台のモニターを使っている方多いと思うんですが、モニターってね、機種により全然輝度が違うじゃないですか。それを調節しようとすると、モニターのあの押しにくいスイッチで調節する、これが面倒でしたよね。でしかしこのモニタリアンを使うと、なんとこのソフト上で個別にモニターの輝度を管理することができるんですよね。ですから部屋が暗い時にモニターの輝度ちょっと下げたいなと思った時でも、もう手元だけで一瞬で完結するわけですよ。どうですか、便利ですよね。それよりもモニタリアンっていうこのネーミング、なんだか懐かしい感じがしますね。次に紹介するのはイヤートランペット。これまた独特なネーミングですよね。しかし機能は最高です。通常 Windows の音量調節っていうのはマスターボリュームしかついていないじゃないですか。しかしこのソフトを使うと、なんとアプリごとに音量を調節することができるんですね。もちろん個別にミュートも可能です。これだけでも神機能なのに、それだけではありません。パソコンに接続されたスピーカーが複数ある方って多いと思うんですが、例えば僕の環境だとノート PC にも接続された2台のモニターにもそれぞれスピーカーがついております。さらにこれらは音が良くないので、オーディオインターフェースを通して専用のアンプにも接続しております。これだけでこのパソコンは4つの出力先があるわけですよ。この状態でアプリを立ち上げると、はい、それぞれの出力先が出てきますので、アプリを右クリックしてこの矢印ボタンを押すと、アプリごとにどのスピーカーから音を出力させたいのかというのを手軽に変更することができるんですね。音楽は専用のアンプから流して、 Windows のシステム音はノート PC から流して、 YouTube は右のモニターからとかね、こういった設定が簡単に行うことができます。音量管理にこだわる人はおすすめのアプリですので、ぜひ使ってみてください。イヤートランペットでした。次に紹介するのはマイクロソフトパワートイズです。これはね、マイクロソフトが作った便利機能の詰め合わせパックです。ちなみにここまで紹介した3つのソフトはこのマイクロソフトストアからダウンロードをするんですね。例えばこのパワートイズの場合は、ここにマイクロソフトパワートイズと入力して検索すると出てくるこれをインストールするだけです。はい、アプリを立ち上げますと、はい、まずこの左側を見てほしいんですが、これだけの種類の便利機能が使えるようになるんですね。それではこの中の面白いものを紹介していきます。まずはこのテキストエクストラクター、これいきましょう。それでは写真を用意しました。この右側の縦書きの文は、これは JPEG 写真です。この文字を左のテキストドキュメントに文字起こしをしたい場合、いちいち入力するのはめんどくさいですよね。こういった時は Windows ボタンと Shift と T を押すと、はい、こういう風になりましたので、ここで文字認識をしたい範囲を選択します。はい、これでこの写真の中の文字を認識してくれました。それでは左のテキストドキュメントに貼り付けてみましょうか。はい、どうでしょうか、見事に認識してくれてますよね。これ結構便利でしょう。それでは続いていきましょう。次はマウスユーティリティですね。コントロールボタンを2回押すと、マウスのポインターを強調してくれるんですね。プレゼンなんかに使えると思います。はい、それでは次ですね、カラーピッカーいきましょう。この状態で Windows ボタンと Shift を押しながら C を押すんですね。はい、そうするとこのマウスポインターの位置のカラーを調べてくれるんですよ。これはイラストレーターやデザイナー向けの機能ですね。この画像のこの色ってどんな色なんだろうって調べるときに便利なんですね。はい、そしてまだまだありますよ。次はパワーリネームです。これはですね、複数のファイル名を一括で変更する機能なんですね。例えばこの2022年を2023年に変えたい場合、そういう時はこれらを全て選択して右クリックをするんですね。そうするとここにパワーリネームと書いてありますよね。ここをクリックします。はい、そうするとパワーリネームが立ち上がります。はい、それではですね、この選んだ中の2022年という言葉を2023年に変えたい、こういう風に入力して適用を押すと、ここ見ておいてくださいね。ほら、全てを一気に変更することができました。これもね、結構便利でしょう。
どうですか、このパワートイズ結構面白いでしょう。まあ、いろんな機能がありすぎて一つ一つ紹介はできないんですが、その他にはマウス一つで複数台のパソコンを操作したり、たくさんの写真のサイズを一括で変更したりすることもできます。興味のある方はぜひ見てみてください。今紹介したものは全てこのマイクロソフトパワートイズの中に入っている機能です。さあ次行きましょう。次は Google 日本語入力を紹介します。これめちゃくちゃ便利ですからぜひ使ってくださいね。まあ、何が便利なのかというと、変換能力が神機能で時事ネタに対応してくれるんですよ。例えば皆さんおなじみのこの漢字、これの変換に困った方多いと思うんですよね。しかし Google 入力では時事ネタに対応してくれますので、ほら一発変換です。すごいでしょ。そしてインストールすると、ここでね、従来のマイクロソフト IME を使うのか Google 日本語入力を使うのかっていう切り替えを選択することができるんですね。じゃあ一旦従来の日本語入力に直します。はい、それではね、今話題の平野翔さん、この漢字難しいですよね。まあ、普通に変換すると、普通はこうなりますよね。変換しても出てくることはありません。じゃあ例えばその他はですね、米津玄師さんとかどうですかね。この漢字も難しいですよね。はい、やはり出てきません。はい、これがですね、時事ネタに対応できる Google 日本語入力にすると、ほら平野翔一発変換、米津玄師一発変換、めちゃくちゃすごいでしょ。さらにすごいのはこれだけじゃないんですよね。じゃあ郵便番号を入力しますよ。はい、そして変換を押すと、ほら住所に変換されるんですよね。そしてさらに変換を続けますと、郵便番号と住所のセットとか、これめちゃくちゃありがたいですよね。さらに顔文字にも対応しております。これもかなり種類が豊富なんですよね。いろんな可愛い顔文字が出てきます。はい、そして次はですね、サジェスト機能っていうのもついてるんですね。まあ、サジェストっていうのは予測変換なんですが、例えばですね、真夏と検索して、まあ、普通にスペースで変換しますと真夏の漢字変換が出ますよね。そうではなくて、これを一旦 ESC で解除してタブキーを押すんです。そうするとほら真夏の方程式、そうなんですよね、真夏に引き続く単語の提案をしてくれるんですよ。例えば真夏の果実とかね、真夏日とか、まあ、こんな感じで文章を作る人ですね、まあ、作家さんとかにはこのサジェスト機能便利なんです。どうですか、 Google 日本語入力結構いい感じでしょう。ただ便利なのは便利なんですが、使い方にちょっとだけ癖があって、慣れるまでにうんって思うことがあるので、まあ、デフォルトでこれを使うのではなくて、使いたい時に切り替えて使うということをお勧めします。ショートカットがありまして、 Windows ボタンを押しながらスペースを押すと瞬時に切り替わりますからね。ぜひやってみてください。次はプレゼンの時にめちゃくちゃ活躍するソフト2つを紹介します。先ほどもマウスユーティリティというものを紹介しましたよね。まあ、これはこれでマウスの動きがすごくよくわかるんですが、マウス以外のところが暗くなるじゃないですか。つまり情報量が減ってしまうんですね。これ逆がいいと思いませんか。そうなんです、この逆のことができるアプリが一つ目のアプリ、ここを見てですね、僕はこのタスクバーにいつも忍ばせております。これをクリックしますと、ほらマウスの方に色がつくんですね。これはもちろんね、大きさであったり色であったりいろいろ変更することができます。じゃあ例えば赤にしてみましょうかね。はい、まあ赤はちょっときついですかね。まあ薄い色の方がいいかもしれません。じゃあ青色のちょっと薄めにしてみましょうか。はい、いい感じですね。しかしこれ以外のことはできません。ちょっと物足らないですよね。ですからこれと併用して使うことをお勧めするソフトを紹介します。それはターゲットと言います。僕はね、もうパソコンの起動とともに一緒に立ち上がるようにしております。この中のこれなんですが、機能は4つほどあります。今回はこの中の3つ紹介します。まずは一番上のハイライト、これはね、ここ見てくださいっていう風にハイライトをつけてくれるんですね。じゃあやってみますよ。はい、じゃあここ見てください。どうですか、ここ見ちゃいますよね。めちゃくちゃ便利なんですよ。あ、ちなみにチャンネル登録者数50万人いきました。皆さんのおかげです、ありがとうございます。あとは例えばね、このボタンを押してくださいねとか、まあ、こういう風に目線を誘導することができる、これめちゃくちゃ便利でしょう。はい、それでは次の機能いきましょう。次はですね、上から2番目のピンポイント、これはですね、マウスのクリックにエフェクトをつけて教えてくれるんですね。ですから僕のようなパソコン操作の動画を作る方とかはこれ結構便利ですよね。もちろんこれは色であったり大きさであったりは自由に変更することができます。このオプションから、じゃあ例えば
色はマウスと同じ青色にして、そしてサイズをちょっと大きくしてみましょうかね。どうでしょうか。結構自然な感じですよね。そして次はあまり使うことはないと思いますが、画面上にカウントダウンを表示させることができます。まあ、これはねプレゼン10分前ですよみたいな感じで、まあ、カウントダウンさせるためのものだと思うんですが、まあ、あまり使わないですよね。まあ、僕はこれを3分に設定してラーメンが出来上がるのを待ったことはありますね。はい、いかがだったでしょうか。プレゼンに超便利なソフト、ここ見てとターゲットを紹介しました。そして一つ注意点としましては、このターゲットはですね、マイクロソフトネットフレームワークという技術を使ったソフトなんですね。つまりこのネットフレームワークがあらかじめパソコンにインストールされていないと使うことができないんですよ。ですから概要欄にはこのネットフレームワークのダウンロード先も合わせて載せておきます。インストールの順番としましては、ネットフレームワークをインストールした後にターゲットをインストールしてください。さあ続いてどんどんいきましょう。次は画面をキャプチャーするときにめちゃくちゃ便利なフリーソフトを紹介します。その名はスクリーンプレストです。インストールするとこの右下のここに常駐されます。はい、これですね。これ開いてみましょう。はい、この中に画像を貯めていくんですね。それではこの左下のスクリーンショットのボタンから、はい、画面をキャプチャーしていってみましょう。これのすごいところはですね、マウスの位置が右下に拡大表示されるんですよ。ですからどこからどこまでっていうね、細かい範囲まで指定することができるんですね。まあ、今回は大雑把にここからここまでとドーンとキャプチャーしてみますね。はい、これだけです。これだけでキャプチャーすることができました。まあ、ここまでであればね、どんなソフトでもできますよね。しかしすごいのはここからです。それではね、これ一旦開いてみましょう。はい、こんな感じで開くことができました。これがね、なんと編集画面なんですね。今キャプチャーしたこの画像にプロクオリティの編集を加えることができるんですね。左のツールバー、ここを使っていきます。それではまず、例えば一番上の矢印行ってみましょうか。はい、こんな風に矢印を引くこともできますし、はい、こういう風に図形を使って強調することもできます。次は文字を書いてみましょうか。こんな感じで範囲を指定して帯域ですと入力してみました。これね、すごいのはここからなんですよね。今の範囲をクリックしてみると、右上に赤い丸があるでしょう。ここにマウスを持っていくと、はい、オプションを選択することができるんですね。これがすごいんですよ。じゃあちょっとお見せしますね。じゃあ例えばフォントサイズを上げてみます。はい、そしてですね、グロー幅、これはね文字の枠ですね。ほら、結構プロっぽいのが作れるでしょう。じゃあこの枠にぼかしをつけてみましょうかね。いい感じですよね。次は文字の透過性を下げてみますかね。ほら、クオリティ高いでしょう。これが無料ですよ。めちゃくちゃ便利です。はい、その他にもいろんなことができますよ。例えば吹き出しをこういう風に入力することもできますし、これももちろんね、オプションでいろんな文字に変えることができますからね。そしてカラーマーカー、これも便利です。はい、そしてまた同じように円形の図形ですね。これもオプション使ってみましょうか。じゃあ例えば、すごいのはね、この塗りつぶしなんですよね。この塗りつぶしを左に持っていくと、ほら、この円の中が赤く塗りつぶされましたよね。これを右に持っていくとですよ、ほら、この円以外のところが塗りつぶされるんですよ。これ便利ですよね。じゃあ一旦戻します。そして円の幅も広くできますし、例えばこのぼかしというのがあるんですが、このぼかしを押しますとね、選択した範囲以外のところがぼけるんですよ。これすごいですよね。ちょっとね、今はじゃあぼかしは外します。そしてぼかしはこれ以外にもあるんですよね。この下にウォーターマークがあるんですが、これもぼかしなんですよ。じゃあ例えばぼかしをかけたいところをこういう風に選択してあげると、ほら、ぼけましたよね。そしてフリーハンドでこういう風に図形を書くこともできますし、本当に何でもできるんですよね。これが無料ですよ。これすごいですよね。そして気に入る加工ができたら、この画面から印刷することもできます。もうね、このソフト便利すぎて僕の動画作成では大活躍しております。実際使ったら手放せなくなると思いますので、皆さんぜひ使ってみてください。このソフトはスプリーンプレストと言います。足早に紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、便利なフリーソフトっていうのはまだまだたくさんあるんですが、まあ、使う人を選ぶような専門的なものは省いて、汎用性の高いものだけを選んで紹介してみました。皆さんのお気に入りが見つかると嬉しいです。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。